どうもごひけんです。本日も作業を始めていきましょう。本日は水曜日ですね。よいしょ。昨日ちょっとまた磨きをねちょこちょこやってたんですけどね、うん、曇りはまあ見てるとちょっとここ曇りあるなとかね、そういうとこがまだいっぱいあるので、気づいたらもうあの消しにかかってますね。さてそれではカーステレオの取り付けとエアサスのゲージの取り付け位置の見直しか、そこから行こう。あとフェンダースタートですね。それとちょっと時間が空いたらトラックちゃんの方のキャビンの方の足付け色塗り直すんで、足付けをちょっとやっていきたいと思います。うん、まあ塗料とかも全然あるので消耗品パーツもキープしてあります。そんな感じでいろいろやっていきましょう。ではですね、一番簡単そうなとこからいきましょう。エアサスのゲージ、なんかね取り付けのオーナー様が言ってたのは、まあ、あんまり室内映せないんで難しいんですけど、どこだ、この辺にネジ一発で止まってたんですよ。でグラグラしちゃってるので、それを見栄えがいいようにっていうことだと思うんですけど、要するにきちんと固定できるように。ただ今見たらね、ネジ山がいっぱい空いてるんですよ、結構ねいっぱい空いてるんですわ。なんで別にちゃんとつくんじゃないかな、普通に2発で止めてやれば。ここに一発止まってたでしょ。なんで今の音、あらちょっと斜めになると空気が漏れる。それで一発で止めてたの、こうやってこうしちゃう。漏れてるね。なんで漏れんの、ちょっと調べていきます。ここから持ってますね、ここのつなぎ目ね。差し込みの入り方があれかな、浅いのかな。ちょっともう一回見ていきます。漏れなくなりましたね。なんか差し込みがねちょっとここ甘かったですね。抜けかかってたって言った方がいいかな。おっかないですね、こんなに走行中にズボンなんて抜けたら。あんま抜けないんだけどな、これかしこう差し込むと。なんでそんなあれだったんだろう。オーナーさん一回バラしてる、その時に差し込み甘かったのかな。ちょっとその辺全部チェックしてつけれるかどうか見てきます。ではこんな感じでついてたんですね、あの端っこのネジ一発こんな風にね、ガクガクに。なんでその位置を見栄えのいいところに設置できるように水平に、できるだけ水平に持ってってあげましょう。ちょっとねダッシュボードがこういう風に上がってるんでね、わかるかな。でそこのラインに合っちゃうとこうなっちゃうんで、まっすぐにつくようにステイを作ってあげましょう。で友締めでアースされてたのは本体にだけに別動でアースにしましょう。そんな感じだな、ちょっと寸法を出していろいろやっていってみます。ではということで、先にフェンダースカートの足付けをやりましょう。で今、メーターの寸法は取ったので 160-40で、まず長さの鉄板を切るんですけど、ここのちょっと作業台を開けたいので、先にフェンダースカート表出して足付けと、まだ成形ですね、ここのパテーム円とかもね、その辺をやっちゃって塗っちゃうか先に。ここまでやってきます。ではさてやっていくか。曇ってるわけじゃないんですよ、あのまだ朝だもんね、日がお昼ぐらいになるとね、この辺まで日が当たるようになるんですけどね。では手作業で成形していきたいと思います。はい、今成形が終わりました。この水玉模様になっちゃった方はね、まあまあ消えましたね、ある程度。よく見ると
どこだっけ、一箇所だけあったな、目立つのが。まあ目立つってもよく見ればですけどね。あ、ここ、これだ。これ、まあもうちょい消せるな。ちょっと消します。で、こっちのパテ入れた方は、どうだろう、うまく繋がったと思うんだけど、うん、繋がったと思うんですけどね。うん、いい感じになったと思うんですけど。なんとなくわかるかな、まだ。もうちょっとかな？大丈夫っちゃ大丈夫かな？よし、まあそんな感じで。今塗り終わりました。こっちはまだいい方なんですよ。あの水玉になってた方。水玉ある程度消えて、まあちょっといい感じだと思うんですよ。こっちね。うん、反応がね、あっちこっち出てる。うん、ここ特にでかいな、これ。映るかな、まだ塗りたてなんで触れないんだけど、このボツンってなってこう線になってるとこ。うん、この辺からちょうどパテの成形をして、あ、虫がついてる、やめて。ちょうどこういうその段差の部分ね、あの前の塗料がこう鳴らしてる時にちょっと近づいちゃったとこ、そこがこういう風にやっぱ反応しましたね。うん、しょうがないので、これもうこのまま本当はクリア入れたかったんですけど、もうちょっと完全硬化を待って、もう一回そこ鳴らして、もう一回ちょっとやってみましょうね。他にも弾いてるとこ出てるな、こっちは。うん、参りましたね、参りましたね。簡単にはいかなくなっちゃうんですよ。お昼ご飯にしよう。